皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。パリ五輪の柔道競技で、またしても日本が不可解な判定に泣かされた。1日にシャンドマルスアリーナで行われた女子 78kg 級の準々決勝で、高山梨花29、三井住友会場が3分26秒にビデオ判定の末に3つ目の指導を受けて、世界選手権女王のアナマリア・ワグナー28、 ドイツに反則負けを喫した。敗者復活戦から勝ち上がったが、3位決定戦で敗れて銅メダルも獲得できなかった。五輪公式サイトで不明と表示された指導の理由をめぐり、X、旧ツイッター、Twitter、上では大会初日からの微妙な判定を含めて、審判への批判が飛び交う事態が生じている。画像、史上最強のセクシークイーンら4人の、美ボディ。 ラウンドガールが世界戦に登場。パリ五輪の公式サイト上には、異例ともいえる言葉が綴られていた。アンドターミネット、29歳にして初めて五輪に臨んだ高山が、今年5月の世界選手権を制したワグナーに敗れた女子 78kg 級の準々決勝。3つ目の指導を受けた末に反則負けを喫した中で、公式サイトでは、 最後の指導の理由がアンドターミネットとあり、不明と和訳されていた。正確には未確定の意味、公式サイトの運営側の不備かもしれないが、これをそのまま受け取れば、理由が未確定、不明の指導で高山は、悲願の金メダルへの道を断たれたことになる。2回戦から登場した高山は、イリス・ホンクル・バンバエは22、ウズベキスタン。 を上司法固めに抑えて開始わずか48秒で一本勝ち。快調なスタートを切ったが、続く準々決勝の開始15秒にワグナーと共に最初の指導を受けた。序盤から気迫を前面に押し出してくるワグナーに対して、高山はなかなか突破口を見つけられない。これが消極的な試合運びと映ったのか。2分3秒には高山が2つ目の指導を受けて、 あと一つの指導で反則負けとなる苦境に追い込まれた。迎えた3分26秒に、賛否両論が分かれるジャッジが下された。上背で勝るワグナーに右手で奥襟をつかまれ、頭を下げさせられた高山が必死に抜け出した直後だった。審判が試合を止め、ビデオ判定が始まった。20秒を超えるチェックが行われた末に、高山に3つ目の指導が与えられた。 高山が首を抜いた行為が指導の対象となった。国際柔道連盟 IJF の試合審判規定には、いわゆる首抜きに関して次のように記されている。組んでいる腕の下から相手が頭を故意に抜くことによって、標準的出ない組み方となった場合、首を抜いた試合者が直ちに攻撃を施さなければ、指導が与えられる映像を見返してみると、 確かに高山は、直ちに、には攻撃を仕掛けようとしていない。それでも納得がいかなかったのだろう。悔しさと驚きが入り交じった表情を浮かべながら審判のコールを聞いた高山は、しばらくは呆然と立ち尽くしてしまう。審判に両手を揃えるように促されて、ようやく礼をして青畳から降りた。高山によれば、ワグナーに負けた直後に所属する三井住友海上の監督で、 アテネ、北京両五輪の70キロ級を制した上野雅恵さん、45から電話がかかってきたという。負けた後に監督から、まだ誰も諦めていないし、一緒に戦っているから、と連絡をもらって、そこで1人じゃないと分かって、みんなを信じて戦おうと思いました。しかし、自らを奮い立たせて敗者復活戦を勝ち進んだ高山は、銅メダルがかかった3位決定戦の3分5秒に。 パトリシア・サンパイオ25ポルトガルに合わせ技一本で敗れてしまうこれまで五輪だけでなく世界選手権にも無縁だった遅咲きの29歳は5位に終わった初めての大舞台をこんな言葉で振り返っている最後は銅メダルを目指して頑張りましたけどやはりオリンピックはそんなに甘いものじゃないと思いましたそれでも支えてくださった方々には本当に感謝しています 今大会の柔道競技は不可解なジャッジが続いていた。初日の男子 60kg 級で長山隆樹 28SBC 湘南美容クリニックが敗れた準々決勝では女性審判のエリザベス・ゴンザレス氏37が待てをかけた後もフランシスコ・ガリゴス29スペインが締め続け失神した長山が 片手締めによる一本負けを宣告される展開が世界中で賛否両論を招いた男子 73kg 級の橋本総一、三32パーク24が3つの指導で反則負けした準々決勝や女子 63kg 級で積極的に攻め続けた高市未来30小松が延長戦で指導を取られた2回戦さらに男子 90kg 級で村尾三四郎 23、ジェスグループが放った技ありに見えた内股が認められずに敗れた決勝など、物議を醸す判定が相次いだ。さらに高山も五輪公式サイト上で不明とされる指導を受けて敗れた。X、Q、ツイッター上には審判を非難するコメントが飛び交う事態が生じている。この判定、オリンピックだけ、他の国際大会でもこうなの。 納得いかない場面も多いし、もっと日本は抗議するべきだと思う。柔道の審判団は、公平に審判する気がさらさらないんだろうね。日本は国際柔道連盟を脱退して、本来の柔道を守るべき。五輪も今回が最後だ。二度とこんなもん見たくない。もちろん首抜きのルールを理解しているファンから、これは普通に反則負けや、あるいは何でもかんでも誤審と言いすぎ。 といいった意見も寄せられているそれでも初日から柔道で不可解なジャッジが相次ぎお家芸のはずの日本勢が泣かされる場面が目立つ今大会で応援しているファンの怒りや苛立ちはピークに達しているどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう